はい、皆さんこんにちは。ウェブフラワー代表、フラワーキスシンです。前回の動画で僕がこう年末年始に作ったお花の写真をね、皆さんにご覧いただきました。今回ね、そのちょっとパート2を皆さんにご紹介したいと思います。まあ、年末年始前回もお話ししましたが、ものすごくこうちょっと忙しくて動画を撮る暇がなく、まあね、また全ての写真を撮る時間もなかったんです。なので、まあ限られたね、なんか僕が撮った限られた中の写真でしかないんですけれども、パート2を皆さんに紹介したいと思います。ではですね、早速ご覧いただきたいと思います。ではパート2行ってみましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。パート1に続いてパート2でした。これからですね、まあもちろん動画を皆さんにね、どんどんこう紹介して、動画で紹介していきたいんですけれども、まあ、動画を撮る時間がないときはですね、写真でこのように紹介していくこともできたらいいなとは思ってます。前回の動画でも申し上げましたが、まあ、都度ね、こうインスタグラムと、あとはフェイスブック、そしてこのフラワー TV、Nフラワーのホームページっていうのはね、これからどんどんこうリンクさせて一体型にした一つのこうメディアスタイルみたいな感じにしていきたいと思いますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。またね、Nフラワーのこう LINE アットもできてますので、そちらも下のリンクに、リンクから取れるようにしてみたいと思います。多分できると思うんで、なのでそちらも重ねてよろしくお願いします。ではですね、1月のレッスンも後半に、本部講習会の後半の方にありますので、そちらの方で、まあ、体験レッスンでね、まあ、初めてこう行ってみたいよっていう方もいらっしゃいましたら、ぜひお待ちしております。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.